力いよは、李用家の一族で、日本の元皇族。雲宮の第四代宗主、李口の長男。母は、朝鮮貴族牧栄高校爵の孫娘、牧三玉。李口は、祖父、淳州は王子、李用銀は王子、李賢公は王子、李海縁はおば、李鈴は王子、李元は重帝である。東京市の利口帝で誕生する。1942年。 皇族の身分で学習院に入学した。1945年8月6日、広島に置かれた第二総軍の教育参謀中佐であった父が原子爆弾に被爆し、皇居した。間もなく終戦により皇族の身分を失い、母、弟と共に韓国、ソウルに歩くもぐへ移り住んだ。その後、景気高等学校を経てアメリカテネシー州。 ノックスビルのノックスビルカレッジに留学した。弟のリチマキもソウル大学を経て、ブラウン大学大学院へ留学したが、1966年に現地で交通事故死している。1992年、クモグーをソウル市に売却。1994年には高祖父である沖のり大院くんの映像をはじめとする、皇室遺品など100点余りをソウル市に寄贈した。 2005年に、元利王政氏で、全州理氏当主の利休が死去なく死去し、李王家の総権が断絶した。叔父である、桃山県一の遺族は桃山、または、母方の姓を名乗り、全員が、日本国籍であったため、清は、韓国、朝鮮籍を持つ人物の中では、唯一、王皇族の未位を有していた、李王家の着流、当主に、最も近い立場となっている。 しかし、清志自身は、大韓帝国皇室が関連した行事には一切、出席せず、大韓皇帝の位についても請求していない。そのため、現在、祖父の諸子であるおじ、おばやその子たちによりい請求権が争われている。ありがとうございます。